皆さんこんばんは。今日はですね、この Mac の画面にファミコンを表示させてプレイしていこうと思っています。じゃあね、やっていこうと思ってます。まずは、ちょっと待ってね、ビデオのスイッチをちゃんと入れて、でファミコンのスイッチを入れます。今日もいい天気。そうですね、ジャムおじさん。見てください。おなじみのキャラクター。今日は一つゲームでもやってみないかね。ゲームですか？面白そうだな。向こうの青い屋根の家までゲームをしながらどれだけ得点を取れるか、競争だ。よーし、頑張るぞ。はひふへほーっと。おなじみの、もう、おなじみの俺も子供の頃から見てるし、きっと今の子供たちも見てる、おなじみのキャラクターが溢れ返っております。1992年にエンジェル、これバンダイ傘下の会社なんですけれども、そちらが出したアンパンマンの、ハイキングのゲーム、正確に言うとソレイクアンパンマンみんなでハイキングゲームという闇のゲームをやっていこうと思います。これなぜかこれキャラクター変わってくんで、カレーパンマンが次出てくるんだな。ほら、ちゃんとカレーパンマン出るでしょ。すごくない？これちゃんと、すごいね、細かいとここだわってんだよね、これ、このゲーム。じゃあ行きますよ。次、食パンマンのターンになるんだけど。まあいいでしょ。じゃあ行きますよ。ニューゲーム、パスワード、サブゲーム。ね、ニューゲームですね。これもですね、スーファミ出てる時期なんで、かなりこう、ファミコン末期に出てるやつなんですけど、非常にこう、丁寧な作りで、やってて楽しいのでやりましょう。どのマップで遊ぶかねーって。怖い。闇のゲームの主催者、ジャムおじさんです。もちろんマップ一応選んでいきましょう。で、何人で遊ぶかねと。これもちろんスーファミとかじゃないから、コントローラーは2個なんですけれども、単性になってて何人かで遊べるんですが、これ私今ね、これ部屋に1人でやってるんですね。ということで1人でやっていきましょう。1人と。で、これ誰で遊ぶかねと選べんで、これアンパンマンとカレーパンマンと食パンマンだな。まず説明する必要性ねえと思うんだけど、この三人衆がいるわけよ。どれにするかというと俺なんか人間関係ってか、なんつんだ、食パンマンみたいなこう人間関係築きてえなと。食パンマン見たくなりたいし、食パンマンみたいな周りの環境にいたいなって思ってんだよね、恥ずかしながら。俺なんつんだ、俺はどう考えても誰かって言うとカレーパンマンに近い人生を送ってるんだけど、目標としては食パンマン様みたいな感じになりたいわけ。じゃあ食パンマンでいこう。せめてゲームの中ではな。そしてバイキンマンと食パンマンで戦っていく闇のゲームになるわけですね。何やってんだこれ、何やってんだこれ。ああ、そうか、俺が押さないと先行と後攻が決まんねえんだ。すまん。じゃあ行きますよ。いつものパン工場からなぜかですね、スゴロクのようなものがなっていて、こっから闇のゲームが始まるよってこうジャムおじさんが言ってます。私の番ですね。ちゃんとこう食パンマン風に行くんです。これ見てください。これ見てください。番号の中にドキンちゃんがいますよ、食パンマン。よし、ドキンちゃん選ぶぞ。ふっ。来い。4、4悪くないですよ。4悪くないですよ。これあとはもうおなじみですね。サイコロで進んでいくんですけど、点数。なんか、このミニゲームのマップとかが、マスとかがあって、まあ、クンズ、ホグレツ、バイキンマンと戦っていくわけだな。負けた場合は、魂を奪われると。そんなゲームです。ちょっとさ、これドキンちゃん来ようよ。ドキンちゃん来い。まあ。お、どうすか？ちょっとさ、お、なになに？このアイテムを持ってるといいことがあるよ。こいつ、完全になんだイカゲームとかの主催者みたいなこと言ってるよね。私、まあいいやな。とにかく、これドキンちゃん、ドキンちゃんいるんだけど、ちょっとさ、ドキンちゃん、来い、来たぞ、ドキンちゃんが。3マスズルしちゃおう。かわいいですね。かわいいです。3マスズルしちゃおうって、ドキンちゃんこれ何の権限があってさ、ドキンちゃん3マス進めてんだろうね全く分かんないけど、まあ私のファンですね。そうだよ、とにかくドキンちゃん、あ、こうわー、ドキンちゃん来てとにかくドキンちゃんっていい女だよな。かわいい、まずかわいいしさ、なんつうんだ、自分の魅力っていうのがよく分かってるよね、ドキンちゃんつう女は。追いつかれてきたぞ。3マスズルしちゃおうってドキンちゃんが小悪魔ぶりを発揮して、
さあ、日がの距離がだいぶ縮まってまいりました。ちょっと私もちょっとこれやっぱりこう来い来い来い、あいや5だからいいんだけどさ、おこれなんかさほら見て、ゲームマスに止まれるよ。およしよしよし、間違いを見つけてね、あアシスタントのバタコさんがなんか言ってますよ。間違いを見つけてね、3つあるよと。考える時間を少し伸ばしてあげよう。こいつ完全にかけろうか何かだろ、これかけろうか何かだよ。こいつ考える時間を少し伸ばしてあげよう、これ完全にゲームの主催者側の説明だよ。あ始まった、ごめん。バタコさんの足、はい、あ食パンマンの顔の向き、おーいいんじゃない。あと1個は、わかんない、わかんないんだけど。あー、わかった。バタコさんの手だ。イエスイエス、おめでとう。よくわかったね。いや、さすがにね。俺様の番だぞ。そりゃあな。あ、だいぶ、やつも、距離を詰めてきやがるな。私の番ですね。そうだよ。ちょっとさ、ドキンちゃん呼ぼうよ、ドキンちゃん。ちょっと目押ししてドキンちゃん呼ぶわ。いや、5じゃねえんだよ。ちょっと、ドキンちゃんは？え、真面目に働けや、バイキンマン。ちょっと俺、ちゃんとこの、全然俺の余裕勝ちじゃん、こんなの。来い！いや、5出すぎなんだけど。調子いいぜ。うい。いや、ちょっとさ、ドキンちゃん来てほしいんだけど。これ、食パンマンの墓標みたいだよ、これね。てか、やる気出せ、バイキンマン。こいつもさ、なんか墓標みたいで、地面に埋まって、バイキンマン地面に埋まってるみたいだよね。ういっと。さすがにゲームの側これ補正かかるでしょ、こんな距離空いたら。あ、なんかマス来たよ。何のイベントだこれ。あ、3つ並ぶと得点がもらえるよ。おうおうおう。サービスして真ん中をつけておくよ。どういうことだよ。いかがわしいお店みたいな。チャンスは5回頑張ってに。俺は何をやればいいんだ、一体何をやればいい。ビンゴだからただ待ってればいい。あ、なるほどね。じゃあドキンちゃんがついてるから、まあとにかくおむすびマンとかを当てていけばいいわけだな。はいはいはい、あと4回頑張って、はい頑張ります。うい、あおむすびマンな、はい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 。バタコさん、よし、1列目だから100点だよ。あ、はい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 、あと2回ね。はいはい、あ、バイキンマン、はい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 。2列目だから150点だよと。あーなるほどなるほど。あと何回、最後のチャンス絶対に当ててね。はい、いくぞ。ふっ、あ、カレーパンマン、よし、3列300点だよ。イエス。お前バイキンマンもっと頑張れよ。俺340点って何の点数だお前。よしよし、ようやくバイキンマンの方も頑張って、こう、数字を。お、バイキンマンもミニゲームやんじゃねえの。あ、敵はミニゲームないのこれ。かわいそうに。そう、俺の点数上がりっぱなしじゃん。もういいんだけどな。また5じゃねえか、お前。はい。はい。はい。お、なんかミニゲームね、ミニゲーム。あ、また間違いを見つけてね、3つあるようだよ。考える時間を少し伸ばしてあげよう。お、ちょっと始まったわ。ここ。あ、なんか鳥の位置が違う。あとないよ、そんな。バイキンマンがバラの花を持っている。はい。あと一つよ、頑張って。は？これじゃね？ここに花があるかないかでしょ。合ってる？イエース！素晴らしい。素晴らしいな。このゲーム、ほんといいゲームだな。脳トレになるわ。お前、点数なんだその点数、バイキンマン。あ、追い上げてきたよ、バイキンマン。お、来たぞ、おい。来たぞ、おい。ドキンちゃんが来たよ。バイキンマン、3マスズルしちゃおう。かわいいな、てか、さっき言ったっけ？ドキンちゃんってめっちゃいい女だよね。
なんつうの、やっぱり自分の魅力のことをちゃんと分かってるなっていうところがある。あとはその好きな相手に対してすごい積極的なところがいい。お、1、2、お、またイベントマスですよ皆さん。お、何これ、お姉様が選ぶカードを当ててみろ。あ、違うな、俺様が選ぶカードを当ててみろと。あー、ん、どういうこと、わかるわけねえだろそんなの。あ、見せる時間をちょっとだけ長くしてあげる。どういうこと、バタコ、おにぎり、チーズ、ジャム、バイキン、金。バタコ、おにぎり、チーズ、ジャム、金。バタコ、おにぎり、チーズ、ジャム、金。バタコ、おにぎり、金。うい、イエース、まぐれでも100点もらえる。あ、喋ってたら忘れちゃった。バタコ、おにぎり、チーズ、ジャムだから、ジャムだから、イエス、まぐれまぐれ、バタコ、おにぎりだから、おにぎりだから、おにぎり、おにぎり、イエース素晴らしい。これバタコだよ、これ 100% バタコだよ、これ絶対バタコだよ、これバタコですよ、イエスイエスイエス。え、このなカードって、それはさすがにさ、それはお前、これはチーズだろ、よくわかったなって思う。てめえ頭脳が間抜けか、残った点は俺様がもらっとくぞってないし、そんなの。あ、いやいや、俺様の点が残ってない。あ、ちゃんとこれ芸が細かい。さすがもう、このスーファミが出てる時期のゲームだからな。ちょっとドキンちゃん出そうよ。あ、ドキン、くるくるくる。来た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 。あー、嘘だろ、お前。私の番ですね。そうだよ。よーし、行きまーす。おい。ドキンちゃん来ねえかな。5はいい。いや、5はいいんだよ。じゃ、俺、ちょっと、今回、俺ドキンちゃん来てほしいんだけど。まあ長いこのゲーム生活の中、ドキンちゃん1回か2回来るだろ。それにしてもドキンちゃん可愛いよな。ドキンちゃんがすげえいい女だって話したっけ。したな、すまん、したわ。私の番ですね。そうだよ。ドキンちゃんを来っ、いやちょっと待ってくれ、ドキンちゃん、あ、な、穴で穴、穴、あ、なにこれ、私のところへ来れば、君の勝ちじゃよ。あ、じゃ、近道じゃよ。はい、わかりました。わ、100点、はいはい。はい。あ、これ自動で動くの、イエス。いや、これドキンちゃんと同じじゃねえか、こいつ。よく来たね、3マス進んでいいよって。何の権限があって、お前は3マス進んでいいって言ってんだろうな、こいつは、もう。いや、お前、バキはどこ歩いてんだ、もう。もう、やる気はあるんですか？迷いの森からようやくバイキンマンも出て。お前、ドキンちゃんに連れてってもらえないよ、もう。絶対追いつける、追いつけないじゃん。もうゴールだよ、俺。学校から、ば、うわ、ドキン、くー、多分ドキンちゃんはさ、多分俺のこと怖が、あ、でも食パンマンいたずらしてくると思うんだよね、ドキンちゃんは、プレイヤーキャラに対して。だけど食パンマン様には優しいかもね。頑張ったね、ゴールだよって。特に頑張ってないな。さてさて、結果はどうなったかな。まあ、火を見るより明らかだよね。この丸何、この丸何。そしてこの40、この点数上がる、49と33って何これ。え、な、何、止まったよ。あ、押すのね、はいはい。これ なんか点数入ってんだけど、何した俺。なんで、あとこれ何、今の分かんない、全く分かんない。そしてこの数字も分からん。で、結果は6400対1100で、あ、イエーやったぜ。え、というね、こういう闇のゲームですよね。こんな感じでやっていくんですが、実はね、あ、パスワード、そうそう。これよく、こさん、ごめん、パスワード意味わかんなくない？パスワード意味わかんなくない？これどういう、これ意味わかんなくない？パスワード。どういうことを意図してんのか、白黒の4人いて、
8人いて真ん中にカラーの3人いるんだけど意味がわかんないよこれねパスワードだよって。しかもなぜかバイキンマンがバイキンマンが話聞いてるからね。バイキンマンがパスワードをジャムおじさんから教わってるっていうことですからね。意味がわからん。ということで、これでファーストステージは終了。なんとこの闇のゲーム第8ステージまであるんですね。イカゲームみたいなもんだな。パンゲームみたいなもんですよ。ということで、一旦切ります。引き続きこのゲームやっていこうと思っておりますので、どうぞよろしく。失礼いたします。